鳥取大火は、1952年4月17日から、翌日にかけて、鳥取県鳥取市で起きた、大火災。鳥取市大火災、または、鳥取大火災とも呼ばれる。1952年4月17日14時55分、鳥取駅前にあった、市営道、源の温泉付近から出火。折からフェーン現象による、 最大瞬間風速15メートルという強いハエが吹き荒れており、日中の最高気温が摂氏25.3度に達し、湿度は28%と乾燥していた。火星は飛躍的に拡大し、付近の商店街や民家に飛び火しながら市街地を鍛え、戦場に直進した。鳥取市消防本部及び市消防団は、 袋川を越えさせるなと懸命の消火作業に当たった。市街地の中心部を流れる袋川は、かつては、鳥取城の外堀の役目を果たしており、袋川の内側には、県庁や市役所などの館長、さらに学校や住宅が密集していたためである。しかし、さらに勢いを増す日は、袋川を飛び越え、急城下町にあった、住宅地や館長にも燃え広がった。 フェーン現象による強いハエに煽られ、市内各所で飛び火による火の手が上がった。県内各市町村から消防隊が救援に駆けつけていたが、当時あった6台の消防車も3台は修理中、出動した3台も、うち2台は故障で1台しか、まともに使えず、上水道の水量や水圧も低すぎて、手の施しようがない状態であったという。 夜になっても火はますます勢いを増し、消失速度は1分間に家屋7故郷であった。強風に煽られて、市街の最北端、湯所にあった、天徳寺も炎上したほか、あたご神社、丸山、各寺峠の山林を焼き、岩見郡福部村との境界にあった真似寺付近まで、飛び火した。出火から12時間が経過した翌日4月18日の午前4時。 鳥取市を焼き尽くした日はようやく沈下した。鳥取市街最南端だった、出荷店から市街最北端の湯所やマニデラまで延焼した距離は 6km に及んだ。被災者2451人、死者3人、被災家屋5228戸、被災面積160ヘクタールに、被害総額193億円、 戦後国内最大級の大火災だった。当時の鳥取市の人口は6万1000人、世帯数は1万3000だったため、市民の半分近くが被災したことになる。鳥取市は戦争中は空襲を受けなかったが、1943年9月に鳥取大震災によって大きな被害を受けていた。敗戦の痛手と鳥取大震災の被害からの、 復興がようやくなった時期のこの災害が鳥取市民に与えた損害は大きかった。これだけの大きな被害をもたらした大火災だが出火原因は現在でも不明である。まず第一出火点として8月17日14時30分頃恵絵法290番地の木造平屋建ての空き家で出火したが消防車が出動し消し止められた。ところが この直後の15時2分頃、第一出荷点から約17メートル離れた、市営道、源の温泉屋上の湯気抜きオロイ戸から火炎が、吹き出して、第二に出荷点となった。こちらは、南からの強風に吹き煽られて消火できず、炎症を続けて大火につながった。鳥取大火が起きた頃の鳥取市街は、急城下町の名残で、道幅が狭く、 それが消防隊の活動を妨げた面があった。火災の後の都市計画では、街路拡張が行われたほか、地域の区画整理事業により整然とした、市街地が形成された。鳥取大火の翌日には建設省の幹部が鳥取市を視察。5月に大火建築促進法が国会で可決された。8月には鳥取市若狭街道筋などが、 対価建築促進法に基づく全国初の防火建築体指定を受け、1955年までに地上3階以上のコンクリート、またはブロック作りによる94棟の建造物が完成した。鳥取市と鳥取県庁は、被災から3年後の1955年3月に大価からの復興をまとめた鳥取市大化祭祀復興編を発刊している。 富士銀行鳥取支店鳥取大火で焼け残った、商家の土蔵庫の大火で、鳥取市の旧市街地はほぼ全滅したが、猛火の中にあって、旧鳥取県立図書館、旧県会議事堂、ご造園ビルジング、元大区長の高砂屋、恵比寿町の富士銀行鳥取支店は、奇跡的に消失を免れた。旧鳥取県立図書館の建物は、老朽化のため保存が困難とされ、 鳥取同様おもちゃ館、わらべ館建設の際に取り壊された。また、旧県会議事堂は、人風格と同様の外観を残す貴重な、明治建築だったが、老朽化が著しく、昭和50年代後半に同じく取り壊された。ご蔵園ビルと高砂小屋は、旧体通りに補修され、現在は、市民交流の場となっている。この二つの建物は、共に、 国の登録有形文化財に登録されている。当時の姿をそのまま残す建造物は、五造園ビルジングと高砂小屋の他に、鹿野街道に面した鳥取市西町に、当時の商家の土蔵一棟がある。老朽化と荒廃が激しいが、こちらも鳥取大化をくぐり抜けた貴重な建造物で、ある。また、富士銀行鳥取支店は、若狭街道に面して立ち、 焼け止まりとなって、後輩地の炎症を防止する役割を果たした。また、退化後の一時期、店舗を消失した日本銀行鳥取事務所が、富士銀行支店内に移転していた。2012年4月16日、退化の様子を収めた、鳥取退化復興記念写真帳1953が、鳥取県庁の倉庫から発見されたと発表された。 当時の鳥取県土木部建築家が作成したもので86点のうち76点は未公開の写真。焼け野原になった市街地や退化後の復旧、復興の様子も収められているほか、復興だ、頑張ろうと書かれた張り紙を撮影したものもあり、退化の被害、復興の様子を知る上での貴重な資料となる。以後は鳥取県立公文書館に移管され、 同年度中に公開された。ありがとうございます。